マサトです。おはようございます。こんにちは。お仕事前の短いひとときですけど、配信は7時か8時の配信となります。夜の食事時ですね。はい。昨日拝聴しました。主に、ウクライナ情勢ですね。紹介いたします。いつも拝聴させていただきます。新防衛研究チャンネルさん、ウクライナ選挙7月21日ウクライナ軍、クラスターの使用を開始か、各戦線で、ロシア軍がクラスターに、叩かれていくことで、サムネが紹介されています。それと、常年司さんですね、いつも拝聴していますけど、その視点また、コメントが眼中に来りますね。ロシア、中国カウントダウン、クリミア大橋の報復でウクライナに、ミサイル攻撃、中国向けの穀物6万トンをロシアが燃やす、さらに中国領事館を領事館も避難ということですね。はい、それといつも久しぶりにトサン TV さんですね、プーチンの弱体化、南アフリカに行けずということですね。それと、これは新、ネット大衆紙ブルカラさんですね、久しぶりのお読みたし、拝聴しましたけど、プーチン大統領自らの身を守るためワグネルと取引に、英国の M16 が指摘、ロシア義勇軍モスクワへの進軍は、当たり前になる、ロ軍オデーサの中国領事館を爆撃か。はい、それと、まあ、久しぶりに NHK ですね、小泉さんのちょっと活躍報道しました。国際報道2023ですね。NHK、ロシア軍の実態に公開データで迫る。温存していた、航空戦力を投入か。最新の調査手法、オシントですね。オシント第一人者、小泉祐氏が読み解く。オシント、オープンソースインデルセンスの略ですかね。特徴ことで、改めて、今、いろいろと活躍されている、小泉先生の、そのレポートですね。はい、バタバタお仕事の前ですけど、言うと、昨日は、新防衛研究チャンネルさん、常年司さん、また、トサン TV さん、ネット大使さん、また NHK と、各配信していました。お仕事の前の、ちょっと忙しい時間ですけど、クラスター、で、なかなか今、前線の、最前線の、もう突破、なかなか厳しいですね。第1防衛ライン、ロシアですね。第2次、第3次、この突破欲しいですね。クパンスプでは、ロシアがカウント攻撃10万以上で、攻撃ということで、ウクライナ軍頑張ってほしいですね。また、ベラルーシでもワグネルがあるということで、この、キーウ方面でも防衛をしっかりウクライナはしていますね。まだまだ。航空勢力が弱いですね。ミグ、F16 が待たれますね。まあ、小泉先生の、その、配置じゃないですけど、その、ロシアの戦力ですね。オデッサにも、飽和攻撃で、ウクライナも対応できなかったって言ってますね。その、今まで対応、7割、8割、遊撃してましたけど、5割しかできなかったということで、飽和集中的に、狙ってきてますね。まあ、その対処が、狙われますね。プーチン大統領も、南アフリカは行けないですね。はい、穀物合意、まあ、中国が6万トン喪失、また、領事館にも被弾してますね。ウクライナに栄光ですね。この穀物合意、プーチン大統領、なかなか、この、はい、厳しいですけど、正義も、ないですね。はい、このように、日産チャンネルはウクライナを応援しています。朝の忙しい時間ですけど、ウクライナに平和、ウクライナの完全な主権の回復を、ウクライナからロシア軍の撤退を、プーチンは諦めていないですね。東部では頑張って、
ロシアの攻撃をに頑張って、南部またバフムトではクリミアでは前線突破してほしいですね。クラスターが使われましたので、公開機器ということで、画像も公開されています。ウクライナに栄光あれ。マサートです。マサートのこのニュースユンタクのチャンネルよろしくお願いします。マサートの YouTube チャンネル登録、またコメント、いいねボタンとよろしくお願いします。マサ、次回のニュースユンタクでお会いいたしましょう。ウクライナに栄光あれ。マサートでした。シュウヤゲネツパシャンブリズ、シャロム、シャロム、シャロム。